ここは名物ショートだって。脱落なくない。まあ大きめのクラブの方がいいよ。塩田さんがあのマウンドの洗礼を受けた。はい、おー、いいボール打ったよ。あー、ダメだ、多分ダメだこれ。全然下だ。全然すくったよ。くるんくるんくるん。もう出ないよ。まっすぐ。ピンポジションは奥ですね。え、この高さ上あの出すの？うん、出す。かー、出るかな。でもね、つま先下がりだからちょっと心配だけど、クラブを信じて。し、うん、出るかな。出たね、出てる。しかもいい花道行ってる。あ、来た来た。行ったよ。どうする？あ、こうじゃん、こう。あとはそれそれそれもうちょっとこっちがあったらな。どうしよう。でもこの辺に出そうかな、一回。うん、それもありだと思う。引っ張って打つ、引っ張って打つ。ちょっとイメージして。うんうん。やば、こっち。すごいね。浮かないクラブの方がいいのかな、これ。引っ張る、引っ張る。あ、いっちゃう、浮かない思ったより飛んだ。あれ、飛び、飛んない、しょうがないね。これ湿ってるからあんま開かない方がいいのかな。うん、でも超高いね。弾かれる、相変わらず。うん、弾かれます。相変わらずこんな高さです。開かないで。アリソンバンカー、ちょっとやっぱちょい開きで72個バンカーがあるらしいところにハマっております。サイグサ心です。いいよ、ナイスアウト。ナイスアウトです。はい、じゃあこれは目が奥から手前だから転がしていきます。うまい。寄ってます。寄ってるよ、寄ってるよ。ナイスアプローチでーす。上りのスライス、逆目。はい、あー、そうじゃない。あー、そうじゃなかった。ナイス。ここは、全部でバンカー10個あります。72分の10。4つ、左サイドに3つのクロスバンカーとガードバンカーが左右、あと左奥にもバンカーが1個あります。ゲー、で10個です。じゅんちゃん、うん、ここは、うん、塩田さんと、塩田さんとだって、塩田さんにプッシュして。プッシュします。誰でいい？だって3枚もう負けてるからもう勝てないじゃん、このホール1つじゃ、うんうん、じゃあプッシュして。じゅんちゃんプッシュ負けたら罰ゲームね、またこれやる、これやる。何それ、辛いやつ。じゃあお願いします。はい、お願いします。よいしょ。ほんと、さあ、じゅんちゃん3枚分
かね、右に。バンカー行かないよ。よいしょ。はい。あれね。ナイスショー。ああ、ちょっと。いや。大丈夫。もう大丈夫、大丈夫。バンカーは怖がるな。いつも逃げるから、バンカーがうまくならないから。バンカーを怖がらずに、このバンカー入れても価値のあるバンカーです。お、あれじゃない？いいかもしんない。手刺してるよ。乗った。ナイスショー。うわー、バーディーチャンスかもよ。うわすごいよ今。めっちゃ良かったじゃん。じんちゃんの背のね、2倍あるよ。もっとじゃん。それはやばい。ゆっくり行こう。行くよ。うん。あ、やばい、入った。おお、止まった。いい。あ、下に入ったよー。おお。うまいよー。みこちゃんにお手本見してもらおうか。お手本。さあ、ちょっとやってみます。はい。うわ、うまナイス。いやでも高さがさ、純造のアプローチです。お、いいね。壁ドン、これ置いたらさ、落ちちゃいそう。いくよ。はい。強いけど止まるんじゃないか。ちょっとスライス見た方がいい。なんと、もつれ込みました。じゅんちゃんがこれを決めてマーカーをゲットできるのか。入れときますか、最後だから。ここはもうまっすぐで行きたいですけどね。ナイス。たださ、これ多分私ね、結構ね、入れてくると思うんだよね。すごいから。やばいよ。だよ。うわー、止まった。すごい。ダメだね、今のはね。はい。お疲れ様でした。ということは、なんとじゅんちゃんゲットじゃない？やった。で、仕事さん何だったんだって話だけどね。なんだったんだって話なんだけど。めっちゃポイント取ったのにね。めっちゃもう全然勝てなかったから。全然勝てなかった。結局最終ホールに決めるっていう、ね。うん。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでしたか？一泊二日。二ラウンド。難しかったね。難しかった。結構。富士はね、特に。うん。私は特になんか頭使った。頭使ったね、うん、綺麗だったね。綺麗だった ね、 やっぱ海が見えて、うん、結構こう、なんだろう、グリーンの向こうにまっすぐ見えるじゃん、うん、それがすごい綺麗だったなと思った、うんうん、気持ちよかった、ね、なんかあとね、打ち下ろしとかもさ、すごい見えるからさ、うん、気持ちいいよね。気持ちいいよね、うん、でも緑もさ、うん、都内よりももうさ、青々してきてたし、ね、うん、やっぱ暖かいだけ、うん、春なと、うん、あ、そうそう、じゅんちゃん、はい、じゅんちゃんに、はい、これを、マーカーをね、やったー、ありがとうございます。川名マーカーゲット、赤白です。じゅんちゃんは赤白マーカー最後ね、なんだっけ、ダボダボ、うん、ダボだったんだけど、プッシュが効いたね。プッシュ効いて、プッシュで、しかもプッシュで同じスコアだったらじゅんちゃん勝ちっていうね、うんうん、まあでも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 、まあ、まあ、それは勝ちは勝ち、ね、頑張ったよね、うん、頑張ったよ、うん、次回はね、次回もっとね、80代よね。80代でも70代と80代だからね。そうだね。うちら、私昨日だって90だって、今日も90だから、うん、もう両方、うん、歯が立たず、
そう、でも90ジャストじゃん、今日。でもなんかね、治ったのが嬉しかった。うん、今日は、昨日さ、反省でさ、スコアじゃないよって、うん、大事にすることとか、うん、まあ、気づくこととか、まあ、それはできたかな。みっこちゃんのショットもやばかった。今日もやばかった。今日もすごかったよ。本当に。今日はいくつですか？82。でも、最後の、はさ、ちょっと違うんだろうけど、ただ、最後の、ね、うん、あれだけじゃんっていう、うんうん、でもすごく楽しかったし、まあ、ゴルフ合宿にもなったし、発見もあったし、うんうん、また来ましょう、うん、はい、はい、皆さんにもこの YouTube 見てもらって来たいなと思ってもらえたら嬉しいです。大島コースはね、泊まらなくてもね、そう、来れるし、来れる、隣の、そうそうそう、はい、以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあね、お疲れ様です。